週刊ロマン鉄道。都心を駆け抜ける中央線快速、東京駅を起点に神田、お茶の水、新宿と都心を走り抜ける中央線に迫ります。オレンジ色のボディで多くの人々に親しまれる中央線快速、東京駅を起点にお茶の水、四ツ谷、新宿と都心を走り抜けた後、三鷹、立川、八王子、そして高尾へと行く。その歴史は今から100年以上前の1989年、新宿立川間が開業したことに始まる。その後徐々に路線は伸びてゆき、現在の東京高尾間 53.1km となった。巨大ターミナル東京駅、この駅から中央線快速は出発する。中央線快速の始発駅であることを意味するゼロキロポスト、線路のすぐ横に静かに佇む。そしてオレンジ一色に塗られた10両編成の中央線快速が東京駅から出発する。高尾までの1時間に及ぶ鉄道の旅が始まった。東京駅を出て数分後、列車は神田駅へと到着する。中央線快速最初の停車駅だ。山手線、京浜東北線、営団銀座線も乗り入れる神田駅。神田で働く多くのサラリーマンがこの6番線から列車へと乗り込むのだ。神田駅を出た列車は秋葉原の電気街を通り過ぎていく。そして列車は次の停車駅、お茶の水に到着した。この駅は2つの橋に挟まれている。お茶の水橋と聖橋である。明治大学のキャンパスがすぐそばにあり、多くの学生たちが通学に利用するのがこのお茶の水橋口だ。そしてそのすぐ横にかかっているのがお茶の水橋である。